チェスター・トンプソンはアメリカのミュージシャンである。主にドラマー、パーカッショニスト、セッションミュージシャン、音楽プロデューサー、そして教師を務めている。トンプソンは1973年から1975年まで、フランク・ザッパとマザーズ・オブ・インベンション、1977年から1992年までと2007年に、プログレッシブロックバンドのジェネシスと協力したことで、 おそらく最もよく知られている。現在は2011年に結成された自身のジャズグループ、チェスター・トンプソントリオのメンバーを務めている。トンプソンは1948年12月11日にメリーランド州ボルチモアで生まれた。彼には古敵隊で演奏していた兄がいる。小学校で彼はフルートを演奏し、楽譜を読むことを学んだ。11歳の時、 トンプソンはドラムを選び、プロのジャズドラマーであるジェームズ・ハリソンからレッスンを受け、そこから基礎を学んだ。トンプソンは、ジャズミュージシャンのマイルス・デイビス、マックス・ローチ、アートブレイキーのアルバムに合わせて、一緒に演奏することで練習を行った。そこから、ドラマーであるエルビン・ジョーンズのレコードの研究へと移った。エルビン・ジョーンズは、トニー・ウィリアムスと共に、トンプソンにとって、 主要な音楽的影響力であったとして引用している。高校在学中、ワシントンナショナル公共楽団のドラマーケンパーカッショニストであったトニー・エームズから一、楽器みっちり個人的に学んだ。トンプソンの実践は、全米ルーディメンタルドラマー協会が発行した本を使用してドラムの基本をマスターすることに焦点を当てていた。2年後に地元の会場にて、 初めてのライブギュグで演奏をし始めた。まだ未成年だったトンプソンは、クラブのオーナーが私がそこで演奏することに心配していたので、眉ペンシルを使って上唇に口ひげを生やした。彼は週に3回ものジャムセッションを行っていた。最初の主な仕事の中には、主にカナダ全土にわたる歌手のベンイイキングとの短いツアーがあった。1970年、彼は ボルガン奏者のジャック・マクダフと共演し、その後、他の地元のグループとギグをした後、1971年にボルチモアへと戻り、ボルチモア軍のコミュニティカレッジで学んだ。トンプソンはフルートを含めて2年間そこで学び、デックセンターでバスケットボールチームを指導した。彼はソウルアーティストの訪問をサポートするクラブで、ハウスバンドの一部として演奏した。トンプソンは、 セッションドラマーとしての評判を築き上げていった。彼の最初のバンドの一つは、ドック・ソウル・スター・ライ・ヤング・アンド・ザ・ウィー・フォートリオであった。1970年代初頭以来、トンプソンは、ファウラー兄弟を中心とした、ジャズロックバンドのエアポケットで演奏してきた。1973年から1975年まで、トンプソンは、フランク・ザッパと彼のバンド、 マザーズ・オブ・インベンションのメンバーとしてツアーとレコーディングを行った。同じくボルチモア出身のツアーマネージャー、マーティ・ペレリスの友人であり、ザッパが彼のグループで二人のドラマーを使いたいという希望を知った後、ロサンゼルスでオーディションを受けた。トンプソンはオーディションで彼が休むことなくしっかりとバンドとジャムをしたことを覚えている。私たちは 様々な種類の感触や溝に出入りしましたと彼は思い出す。ジャムの後、ザッパはトンプソンと一緒にギグをしたいと言った。ザッパバンドでの彼の時間はツアー前に4から6週間にわたって毎週40時間もの練習を伴うリーダーの信じられないほど難しい音楽のために挑戦的なものであった。トンプソンはロキシーライブ、ロキシーエルスウェア、ワンサイズ、 フィッツオール、スタジオタン、スリープダート、オンステージボリュームにといったザッパのアルバムで演奏している。1975年、彼はオーストラリアツアーの直前にフランクザッパに解雇された。トンプソンはジャズロックバンドのウェザーリポートに参加することとなった。ドラマーのレオン・ドゥグ・チャンクラーが脱退し、アルバムテール・スピニンが完成した後のことである。 バンドのベーシストであったアルフォンソ・ジョンソンが一緒にジャムするよう誘い、それが成功した形だった。トンプソンはグループの大ファンだったので、バンドでの時間をメジャーノックアウトとして覚えている。トンプソンはアルバムブラックマーケットのためにバンドに留まり、それから脱退した。ウェザーリポート脱退後、トンプソンはロサンゼルスでレコーディングセッションを行い、 ミュージカル、ザ・ウィズのサンフランシスコブロードウェイシアタープロダクションの一員として演奏した。彼は友人のロイ・マッカーディからギグに推薦され、そこでミュージカルに出演していた将来の妻と出会った。彼はまた、ポインターシスターズのライブバンドのメンバーとしてツアーを行い、トンプソンをバンドに参加させることに関心を示した、サンタナとリハーサルを行った。 ジェネシスでのトンプソン・サンタナのリハーサルからわずか2週間後、トンプソンは、ジェネシスのドラマーで歌手のフィル・コリンズに招かれ、当時のドラマーであった、ビル・ブルー・フォードの発展的な離脱に伴い、ツアードラマーとしてバンドに参加した。コリンズは、アメリカ人のドラマーを選ぶことを望み、トンプソンがドラマーのラルフ・ハンフリーと一緒に演奏することを、特徴とするザッパのライブアルバム、ロキシー・ライブ。 ロキシーエルスウェアでトンプソンが演奏するのを聞いていた。トンプソンはベーシストのアルフォンソ・ジョンソンからジェネシスの音楽について聞いていたので、1976年11月にバンドへの参加を決め、アルバム静寂の嵐をサポートするツアーへの参加に同意した。リハーサルの初日、みんながギアをセットアップしている時にジャミングを始めたんだ。ただただそれを目指していた。 トンプソンは、アフターグローのドラムパートを見せられ、最初はその素直なビートを演奏するのに苦労した。1976年から2007年まで、トンプソンは、ジェネシスのツアードラマーとして演奏した。トンプソンは、ライブアルバム、幻惑のスーパーライブ、スリーサイズライブ、ザシングル、ヒッツコレクション、ライブ前編、もう一つのジェネシス、ライブ後編、ライブ、 オーバーヨーロッパ2007でフィーチャーされている。1992年のツアーの後、トンプソンは家族とより多くの時間を過ごすためにツアードラマーを辞任した。彼はジェネシスのベーシスト、ギタリストのマイクラザ・フォードと彼らの最終スタジオアルバムであるコーリング・オール・ステーションズでドラムを演奏する可能性について話した。コリンズがバンドを脱退したため、トンプソンは 単なる、サイドマンではなく、バンドのフルタイムメンバーになりたいと思っていた。しかし、この時に、ジェネシスは、トンプソンなしで、アルバムとツアーを続けた。そのような経緯がありながらも、2007年に、ターニット・オン・アゲイン・ザ・ツアーと呼ばれる、ツアーのためにトンプソンは戻ってきた。ちなみにトンプソンは1999年のコリンズの結婚式で、即席のジャムを演奏している。 トンプソンは、フィル・コリンズのソロコンサートツアーのドラマーとして、バンドに加わり、1982年から1983年に、ハロー l o I must be in going ツアー、1985年に、No Jacquet Required ツアー、1990年に、Bad Seriously ツアー、1999年の、ザターザンプレミアツアー、2004年から2005年の、 ザ・ファイナル・フェアウェル・ツアーにてドラムを演奏した。また、コリンズのライブアルバム &DVD、シリアスヒッツにも登場している。1986年、トンプソンは、ザ・ネクスト・タイム・アイホールという曲でドラムを演奏した。この曲は、ピーター・セテラとエイミー・グラントによる、ソフトロックのデュエットで、ビルボード・ホット100チャートで1位を獲得した。1988年、トンプソンは、 元ボスであるフランク・ザッパから亡くなる前の最後のコンサートツアーでドラムを演奏するよう招待された。しかし、トンプソンはこの申し出を断った。この時までにトンプソンは敬虔なキリスト教徒となっており、ザッパの反宗教的な感情と歌詞は彼自身の宗教的信念と矛盾しているからだと述べた。1989年、トンプソンは BG's のアルバム1をサポートする。 ワン・フォー・オール・ワールドツアーのドラマーとして参加した。後に、ミネソタ州セント・ポールで、マイケル・マーフィーにとって変わられた。トンプソンは、ジェネシスの他のメンバーとのソロプロジェクトでの作業を続けた。トンプソンは、スティーブ・ハケットのアルバム、プリーズ・ドント・タッチ、ジェネシス・リビジテッドでも演奏している。その後、彼は、トニー・バンクスのソロアルバム、キュアリアス・フィーリングで演奏した。 彼はまた、ジョン・ウェイトン、イアン・マクドナルド、ジュリアン・コルベックをフィーチャーした、1998年リリースの、スティーブ・ハケットのライブアルバム、東京テープス・ジェネシス・リビジテッド・ライブ1996にも参加している。彼はまた、ブランド X のギタリストである、ジョン・グッド・サルとベーシストのダグランと共にバンド、ファイヤー、マーチャンツの創設メンバーを務め、1989年に、 最初のセルフタイトルアルバムに参加した。トンプソンは1984年にサンタナでドラムを演奏し、キーボードのチェスター・ディ・トンプソンと共にアルバム、ビヨンド・アピアランスにクレジットされている。1992年、トンプソンと彼の家族は、有名なドラマーのラリー・ロンリンの葬式に出席するために訪れた時にその地域が気に入り、テネシー州ナッシュビルに移転した。それ以来、 彼はこの地域の様々なアーティストのセッションで、主にジャズ、ポップ、クリスチャンミュージックを演奏してきた。1995年、元ジェネシスのギタリストであるスティーブ・ハケットは、トンプソンを、ジェネシスプロジェクトのアルバムの、ジェネシス・リビジテッドで演奏するよう招いた。トンプソンは、最初にディスカッションされたように全曲で演奏することには、自信がなく、私たち二人が、 元ジェネシスの人というような存在で、アルバム全体を演奏するにはあまりにも変なことだと思ったと述べた。代わりに、ハケットは追加のミュージシャンを連れてきて、トンプソンは3曲のみで演奏した。1990年代後半、トンプソンはジャズギタリストのデニー・ジューサと一緒にツアーを始めた。1999年に、彼は自身最初のソロアルバム、ジョイフル・ノイズをリリースした。 2001年、トンプソンは歌手でありワーシップリーダーであるロン・ケノリーと一緒に韓国をツアーした。2002年1月、トンプソンはコリンズのリトルドリームス財団によるデビューチャリティギグに出演した。トンプソンは1998年からナッシュビルのベルモント大学でドラムを教えており、一方で大学で作曲とアレンジのクラスを受講した。2008年、 彼は学位を取得することから2クラスを離れた。彼は音楽学校の非常勤講師を務めている。2008年、トンプソンは第32回パーカッシブアーツ、ソサイエティ国際大会で生涯功労賞を受賞した。2011年、トンプソンはピアニストのジョー・ダビディアンとベーシストのマイクリンと共に自身のジャズグループであるチェスター・トンプソントリオを結成した。彼らは当初、 ナッシュビルドロンボーンフェスティバルのリズムセクションの一部として一緒に演奏し、その後コモドールラウンジで1年以上毎週演奏していた。アプルーブドとシンプラータイムズという2枚のアルバムをリリースしている。トンプソンはラディックドラム、パールドラム、ソナードラム、パイステシンバルを使用楽器として承認した。彼は2000年から DW ドラム、1990年から セービアンシンバルを支持している。彼は、デモドラムヘッド、マイネルパーカッション、ジブラルタルラックを使用し、独自のリーガルチップ、チェスター・トンプソンシグネチャードラムスティックを持っている。1980年、トンプソンはクリスチャンになった。1976年にミュージカル、ザ・ウィズで演奏していた時、初めて出会った妻と結婚した。彼らには、一人息子がいる。 オドネルリービフランクザッパ、マザーズオブインベンションエア、ポケットアルフォンソ・ジョンソン・ウェザー・リポート・カルデラ・ジェネシス、フローラ、プリム・スティーブ・ハケット・トニー・バンクス・リンダ・クリフォード・フレディ、ハバード・リロイ・ハトソン・デビット・プリッチャード・ブレンダ・ハロウェイ、アーマット・ジャマル・マツモト・ヒデヒコ・ハイ・イナジー、ミキ・トシゴ・アンド、インラー・ギャラクシー、アメリカ・ジョニー・リトル、アルバート・デリー、チェスター・トンプソン・ステファーノ、 サバティーニ・ミシェル・コロンビエ・サンタナ・コスモス・アンド、ア・エレーフレンズ・ファイヤーマーチャン・ツー・フィル、コリンズ・クリス・カテナ。ありがとうございます。